か悩みとかってありますか？もともと癖毛なので、はいはいはい、髪の乱れとか、はい、髪が細くて傷みやすいので、はい、なるほど、はい、そのあたりを改善していきたいなと、うん、癖毛のどういうところが悩みますか？今はちょっとストレートかかってるんですけど、なるほど、ちなみにストレートかけたのっていつぐらいですか？2ヶ月ぐらい前。なるほど。今この毛先巻かれてます？毛先はストレートかけてなくて、してあるそういうことです。はい、でちょっとカール感を出したいっていうことですね。どんな風になったら理想ですか？サラサラツヤツヤで、まとまりのある、はい、なりたい。わかりました。そこの方向に向けて改善もしていきたいと思います。よろしくお願いします。カラーは3番なんですね。で、探せてる感じで、髪と頭皮は綺麗になるんですけど、みたいな。実は中はああいうちょっと腐った状態みたいな。つゆというとそんなイメージですね。という感じになってきますよという感じで。で、それはわかりやすく言うと、この水に、こっちの水道水に油を入れると、これ違うのか。これ水にオリーブオイルを入れてるんですけど、こうやってやるとどうなるかというと、また分離してきます。分かれてきますよね。頭皮がブレーブこびりついてるんですよ。どんだけシャンプーで流しても、なかなか油が取れないんですよっていう感じで、この水に油を混ぜて取るからといったら、こうやって乳化するわけです。でこれをもうかけるといって、頭皮と髪の物理的な油汚れとか、髪についてるようになったりとか、そういったものを全部取ってきますよっていう形なので、まず予防を取らないことは栄養配置を、ね、作れないものがないので、そういうことをアプリートの一連の流れの中でさせていただいて、そんなイメージですね。でこの水を一人で実験してこんだけ違いが出たんで、まあ、こんな違い出るかって自分がちょっとびっくりしてるみたいな感じで、カブと、ね、植物って全く違うので、まあ、だからこれがカブが育つっていうことではないんですけど、違いと、うん、汚れが取れると思って、頭皮の環境が変わるので、やはり次生えてくる人がどんどん環境が出やすいというようなイメージなんですね。この、通常のトリートメントはこれをここにこのベースの水にカブに必要ですよね。例えばヒアルロン酸とか乳製品 CMC とか、まあ、いろんなものが入ってて、大体12種類ぐらいあるんですけど、それをつけて髪をコントロールしていくっていうトリートメントをさせてもらってて、そのトリートメントはあるのがいいので、また抜けてきますよね。でもベースは毎回きれいにして、なんできれいにする必要がいいんだったら、必ず汗かいたりとか、ご自身の頭皮からも油汚れてますよね、うん、で油がどんどん溜まりついてくるので、毎回きれいにする必要があるんだと思います。で、水を入れて、栄養を入れてっていうことを全部してるっていうことなんですよ、うん、それをトリートメントさせて、でも髪が成長できる、トリートメントで成長できる絶対限界があるので、その限界まで来たら鉢を変えましょう。これが髪質です。で、髪質変えるのし、鉢を変えたら今度また栄養を入れやすくなるので、またトリートメントをしてももっと成長しますよっていうのは、イメージっていうか、分かりやすく言うとそういう感じで、これを牧師化したいということで、実際目視化したものになります。違いますね。そうです。こっちはここで育ってるんですけど、細いじゃないですか。で こんだけ太さがあるんで、うん、はい、仕上がりました。どうでしょうか、仕上がりの現場は。お感じ、サラサラでツヤツヤになりました。あ、よかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃこう、はい、まあ、そうですね、もう少し切ってた方がいいかなと思います。あと色に関しても少し入れて、もう少しツヤ感を出した方がもっと綺麗になるかなと思うんですが、今日の1回の髪質改善できる範囲の形で、ちょっとツヤを出して髪の質を変えていったという形でさせていただきましたので、はい、ありがとうございます。